おはこんばんにゃ。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、この間に引き続き、ブックマークを作っていきます。オコピンがブツブツ独り言を言ってるけれども、気にしないでね。今日は、こういうチラシとかに入っているもので、こういうキャラクター、企業のキャラクターが載っているものとか、あとスーパーなんかでこう置いてあるキャンペーンのビラですね。それとかこちらは引っ越し屋さんのパンフレット、こちら東京新聞さんのパンフレットですね。あとは郵便局とかに行くとあります、こういう旬の小包の、こういうところにも可愛いキャラクターがいました。で、まあこちらも郵便局のキャラクター、ポスクマくんですね。こちらもこういう可愛いものがありますので、こちらを使って今日はブックマークを作っていきたいと思います。まあ、大雑把に説明しますと、こちらこういうものはアウトラインをこう切り取って、そのまま透明のフィルムで加工し、するして透明のフィルムで加工して強度をつける。でハトメパンチで穴を開けて紐を通す感じですね。で、まあ、こういうのもそうなんですけれども、中にはこうちょっとちっちゃいものもあるので、こういうのは他の台紙と組み合わせて作ります。で裏面とかもこういう切った裏面なんかも後々やってきますけれども、スタンプとかを使ってアレンジをしてみたいと思います。ここの酒井さんの、引っ越しの酒井さんの、こういうクマのキャラクターとか、こういうエンブレムとか、こんなところにも可愛い、ここも可愛いですね。こういろいろ、あと裏がいいですね。これは裏がいいので、裏面をじゃあこちらにしましょうかね。で表面をこちらにします。一番じゃあ今日は簡単なやり方のものを作ります。でここのアウトラインはあのカッターとかハサミとかやりやすいものでやってもらいたいと思います。でカッターにはこういう種類の、普通の種類のものと、こういうふうにこういうペンの 先のようになっているカッターもありますので、使いやすい方でやりましょう。こういうハサミなんかでも全然大丈夫です。裏面に使いたいので、このぐらいをちょっと切りましょうか。まずこのぐらいを切っておきます。そうすると大体このように覆われてるので、そしたらがこのエンブレムを使いますね。なのでエンブレムをこうやって切っておくといいでしょうね。ちょっとあんまりこれ細かくなっちゃうんですけれども、例えばこの辺はちょっと使えますね。こういうのとか、これとか、ここは全体で使えますね。なのでこういうのは、今カッターがありますので。こういうものは
たいですけど、こういうのもこういう型がありますので、これでこういう、ちょっともうここの面を使いますね。それでここなんですけれども、まあ、ここも使えるかなって気がしてきましたね。ここもここもこうやって、そしたら今度こちらなんですけれども、こちらはですね、これでアウトラインを切っていきたいと思います。見えますでしょうかね。こういう感じで、こういう感じで、どうみんちゃんこで、大体でいいんですけれども、まあ、こんな感じで切り取りました。でこれの裏面を、これパンダちゃんにしてもいいんですけれども、ちょっと今考えたんですけれども、これの裏面、こういうのの裏面にこういう風につけてもいいかもしれないんで、これはですねちょっと他の紙でいきたいと思います。はい、まあ、こう気分的なもので、こういう折り紙なんかもありますので、今日はこちらの折り紙を使っていきたいと思います。こういう感じでいろいろ入ってますので、これにこう合わせて自分の裏に合わせて、こういう 裏面もありますよね。ただじゃあ、今日はそうですね、これでいきましょう。これでいきたいと思います。これを1枚、はい、それで糊なんですけれども、こちらがこの間から使ってますテープ式の糊と、これはもう古いんですけども、木工用ボードボンドがありますね。こんな風に切れました。で
で、この今日私が使っているこういう古いスタンプの中にこういうすごいちっちゃなスタンプが、もうこれは30年ぐらい前のものなんですけど、これを使います。これをここに自分のお名前が入ってますので、ここにつけたいと思います。で、こういうスタンプ、こういろいろあるんですけれども、今日この辺のグレーでいってみましょうか。ちょっとこれで先ほどのこの余った紙でですね、ちょっと試し押しをしてみます。これあんまり薄すぎますね、これだと。なので黒にしてみましょう。そうすると、黒だとこうやって見えますかね、これ。うっすらと見えますね。はい。では。で、それでですね、でこれで、まあ、ここに何か入れてもいいですね。そのためにこういうスタンプがあるんですけど、まあ、これが可愛いので、これをじゃあつけていきたいと思います。そしてやっぱりこれのクロススタンプで、これで試し押ししてみますけれども、こんな感じですかね。まあ、これ結構強めにいった方がいいですね。感じで見えますかね。こんな感じなんですけれども、これを今度はこういうちっちゃな色も用意しました。で、これもやっぱりダイソーで売っている手貼りラミネートフィルム、こちらを使っていきます。こちらは重なっている薄いフィルムを剥がしてラミネートするものを乗せて挟んで、空気をしっかりと抜いて周囲5ミリぐらいを残してカッターなどでカットします。でラミネート、だこれは本当は熱とか使わなくてもいいんですけれど、一応この間ちょっとやってみたら、粘着が弱かったので、これがこの間使ったものなんですけれども、ちょっと粘着が弱いんですね。なのでこれが今薄紙を剥がしてで、これを
こうやってあります。で、こうフィルム同士を挟むような感じにしてですね、こう空気を抜くわけです。空気を抜くわけですね。空気抜くのに、空気を抜くためにこういうところでもいいです。もう本当にこれでいいんですけれども、これでもいいんですけれども、どうしても気泡とか入ってるし、こういうところが剥がれちゃってるんですね。なのでこれをアイロンかけます。どうしてもやっぱりこの厚みがあって閉じてるので、こういうふうになんかどうしてもこう隙間に、ここの隙間に気泡入っちゃうんですね。本当はラミネーターでやっぱりやるのが一番いいかなと思いますけれどね。機械で売ってるラミネーターですね、あれでやるのが本当は一番いいと思いますね。もうこの時点でこう取れちゃいますね。これ思ったんだけど、ちょっと荒技をしてみます。でこれ思ったんだけど、こう剥がれるんですよね。なのでこれが表の紙なので、これをですね切って、この薄い、この薄皮をこうっと剥がしちゃって、でここにこうかぶしてみたいところでしょう。こういう感じで、そうすればこれかなり、わかりました、こんな感じです。それでこういう風に、こういう感じで、とこういうだいぶいいですね。だいぶつきます、だいぶつきますね、これ。あで、こういう感じで、こういう感じでやっていきますと、そうですね、だいぶいいと思いますね。直接ここ、直
なのでこれはあれだ、そうですね、そうするとこの周りが、こういう感じで、だいぶいいです。だいぶついてます。これは。そう。あんまりやっちゃうとこう、まあ、このぐらいですかね。で、全体にこれをかける。感じになっちゃってるので、まあ、最後にこれを少しですね、これはこの少し多めに切った方がいいですね。こうやってこういう感じで、でこの頭のところにビスが入るのに少しここはこういうこのぐらいにして、で、まあ、こんな感じにして、こんな感じですね。こんな感じで裏面もまあなかなかいい感じですね。でまあこの辺は微調整で、でここにまたこのハトメパンチを、ハトメパンチですね、これを打っていきます。まずこちらは前回も使ったんですけども、穴をこちらで開けてこちらでかしめる、でここで調整ができますね。何センチで、これ5ミリのところで、ちょうどここで穴が開きましたので、今度はこちらの
締めの頭の方を上に来るように入れまして、ちょっとこれ邪魔ですね、入れまして、でここにこう書いてありますけども、こういう感じにして、こうここの上をこういうふうにして、でここで一気に2回ぐらい、ちょっとこう綺麗になりますね。はい、でもだいぶここはバッチリついてるので、あとはこれは数年前に東急ハンズで157円で買ったんですけれども、例えばこういうのをしおり紐っていうんですけどもね、こういうのを、結構長いですね。でこれをまず適当な長さに折ったら、こうしてこれをここに入れて、でこれをこうするんですね。でこれで一つできました。一つできました。例えば、まあ、一流の人に、で、そして出てくる。こっちが、で、これでいいのか。